う、今現在のサッカー世界最高選手、ハーランドという男。ハーランドってグリロナよりすごいんか？それは先の射程やし、ハーランドとエムバペの二強って感じやったけど今季のベリンガムがぶち抜きそうな感じ。パサーいないと役に立たない。これはエムバペ。チームに欲しいのはハーランド。メッシはわかるんやがクリロナのあの特別感って何なんだろうな。実際今のハーランドムバッペとかクリロナ並みの活躍と言ってもええレベルやん。なのにクリロナみたいな特別感がない。クリロナって10年以上トップやったんやからそいつらはまだ3年くらいやろ。リーグが違うからハーランドとエムバペにいまいちライバル感がない。メッシとシーロナは当時世界一のリーガでレアルとバルサというメガクラブに所属した外にエースとしてとんでもない数字残してさ。エムバペはすごいけどプレミアかリーガ行ってほしいわ。一強リーグだとつまらん。出場国も増えるし、ハーランドをようやくワールドカップで見れそう。